ホットコーヒー買ってきました。ちょっと今から充電しに行こうかな。あー美味しい。いや今日はね、EV カーについて思うことを語ります。今日は、1月の10日です。10日恵比寿やな。恵比寿さん行けばよかったけど、もうね本題、年末、ちょうど1ヶ月ぐらいになるかな。ちょうど1ヶ月ぐらいです。で、EV カーについて思うことを今日はね、喋っていこうと思うんですけども、あー美味しいコーヒー。まあね、私はこの YouTuber なので、まあちょっと早めに、皆さんよりも早めにちょっと車、電気自動車を買って、一体電気自動車とはどんなもんかというのをね、ちょっと体験したかったわけですよね。まあそれをちょっと配信していけたらなと思って。まあ意外とね、そんなに深く考えずに、実はこのホンダ E 買いました。まあホンダから電気自動車が出たら欲しいなという、まあ結構軽い気持ちで実は買いまして。まあそれから、まあこうほぼ1ヶ月ぐらい経つわけなんですが、まあいろいろやっぱね情報が入ってくるわけですよね。まあ私はねちょっとこういう性格なんですよ。結構ね、なんでしょうね、思ったら先にやってしまうっていうね性格でね、あんまりねなんか物事に対してね悩まないんですよね。まあとにかくやってしまってからその後の処理のことを考えようと。いうねタイプの人間になるのかな。ちょっとね、ちょっと周りからしてみたら振り回されちゃうかもしれないんですけど、まあ意外とそういう人間なんですよね。で、まあそれを感覚で、まあこの EV カーが私はいいなと思って買ったわけなんですが、まあ私の中の考え方にはなるんですけども、まあ大きくは、2030年問題っていうのがあります。電気自動車、まあ日本では、EV とハイブリッドカーですね、自動運転が、まあ、主流になってくるということなんですよね。2021年の、ちょっと何月頃になるかわからないんですが、夏頃かな、ホンダから出ているレジェンドね、あれに、レベル3が、世界で初めて搭載されるということなんですよね。まあ、この自動運転っていうのが、この 5G とすごいね、強いつながりが実はあるんです。まあ、自動運転のレベル3に、まあ、初めて、まあ、なるわけなんですが、あれはね、いわゆる、システム側なんですよ。システム側って言うと、まあ、ホンダ側ですよね。売ってる、まあ、ホンダ技研の方に、もし事故をした時に、責任が負われるというね、すごいね、すごい大変なことなんですよ。今まではこの運転手側に、責任があったわけですよね。このドライバー側にあったわけなんですが、まあそれをちょっと各メーカーはなかなかレベル3に上げなかったっていうのは実はそこにポイントがあるわけなんですよね。なので他の自動車会社はひょっとしたらもうレベル3を飛び越えてもうレベル4、レベル5ぐらいまでの技術がなった時に初めて自動運転やりますみたいなね。2からいきなり3飛んで4みたいな感じで、やるかもしれないです。その背景にはですね、実は、この、今、ハイブリッドカーとか、内燃式のガソリン車がほとんどですよね。なぜそれに、その自動運転レベル3以上を設けないかというのは、まあ、ホンダはやったんですけど、まあ、なぜかというと、内燃式の、エンジンシステムっていうのは、アナログなんですよね。言ったらね、この、ピストンが、こう、爆発してピストンみたいな。ああいうね、こう、アナログの、こう、歯車が回ってね、いっぱい歯車があって、伝達するのに、そのパワーを伝達するのに、こう回って、まあ、ここのガソリンが爆発するパワーを、タイヤの方に伝達するまでにもう 85% ぐらいパワーを捨ててるというね、そういうね、まあすごいアナログ的な、まあ形になるわけなんですよ。まあそれに対して自動運転のその難しい制御をそのアナログに搭載するっていうのはすごいやっぱね技術的に難しいらしいんですよね。
で、さらにそのハイブリッドってなるとね、もう行ったり来たりするわけなんですよね。片や電気、片やエンジンみたいなね、ガソリンエンジンみたいな、そういう複雑な制御の中で、その自動運転を、まあ、レベル3に上げて、しかもそこで事故したらもう、売ってる側の責任だと。いうね、ものすごい難しいことをやろうとしているわけなんですよね。なので、まあ、必然的に、EV カーというのは、すごいシステムが単純なんですよね。もうモーター回して、もうすぐですよ、タイヤですよ。なので、まあ、制御が簡単なわけなんですよね。電動で。おそらく自動運転は、まあ、レベル3以上は、この EV カーに対して、なっていくっていうのが、おそらく主流でございます。おそらくそうなります。5G の次の 6G ですよ。6th generation っていうんですよね。ジェネレーション。G はね、ジェネレーション。もう第6世代になるわけですよね。もうその頃には、もう、無人運転とかが実現してくるだろうと言われる時代になってきます。それは多分おそらくね、物流関係ですよね。まあ、ひょっとしたらアマゾンとかね、その辺が最初にやり出すかもしれないです。まあ2035年にはもう自動運転が当たり前ですよ。もう当たり前の世界になってると。そういった中で、まあこの電気自動車が、やっぱり主流になるでしょう。おそらく。まあ、ハイブリッドカーも残るとは思うんですが、おそらくバッテリーも、バッテリーだけね、中国製とかね、になっちゃうかもしれないですね。もう価格の落ちたものを、まあ、新しく起用すると。まあ、今は、パナソニック製が多いですかね。まあ、今、全固体電池っていうのが開発されようとしてるんですよね。まあ、いずれ主流になって、まあ、価格も安くなって、みたいな感じになっていくのかなと。もしくは、もう再利用ですね。外せるようにして、充電して、ガソリンスタンドみたいなとこで、電池を交換、新しいの交換します、みたいなね。そんな感じの時代になってくるかもしれないです。まあ、それはちょっとわからないですけど。まあ、そうなってくると、今のガソリン車ぐらいの、価格帯に電気自動車はなってくるわけなんですよね。で、ハイブリッドはというと、まあ、内燃式のエンジンもあるし、モーターもあるし、結局は複雑な機構なわけなので、まあ、価格は高いままですよね。まあ、今と同じぐらいを推移するか、まあ、物価とともにちょっと値段が上がるか、といったものになるわけなんですよ。で、さらにそこに自動運転ってなると、やっぱ価格がね、どうしても EV より絶対高くなるわけなんですよね。なので、おそらく EV が、この日本でも、2035年には、まあ、東京はね、2030年って言ってますけど、まあ主流になるんじゃないだろうかと。いうことで、まあ私は先駆けて、今、2021年からお届けしております。まあそういった中、私はYouTuber なので、なるべくこのインターネット上にね、情報を出したいわけですよ。しかも早めに。早めに情報を出せば、しょうもない動画でもね、伸びるんですよ、YouTube ってね。それ不思議なんですよね。誰よりも早くこの世にない情報をいち早く出すっていうのがね、もうこれがね、定説なんですよね、YouTube の中では。なので、まあ私はちょっと無理をして、まだまだ、今これ、ちょっと空調もつけてないんですよ、これもう、エアコンもね、ちょっと寒いからちょっとエアコンつけますけど、今ちょっとつけましたけど、とコーヒー飲みますけど。まあ今日はちょっとこんな真面目なお話を、普段ちょっとこんなキャラじゃないんでね、あんま喋りたくはなかったんですけど、もうホームワーカー行きたかったんですけどね。結構ね、ちょっと私コメントを読まさせていただいております。ちゃんとね、読んでおります。コメントね、皆さんに返したいんですけどね、なかなかちょっとね、時間がなくてね、申し訳ございません。この場を借りて申し訳ございません。まあ、皆さんのおっしゃってることは、正しいです。本当に正しいです。今現在は絶対、ガソリン車の方がいいです。これはね、確実に言えます。
ただ2030年以降からはもう、あ、もうちょっと早いかな。あの意外とね、車サイクル早いんで、まあ大体モデルチェンジが6年ぐらい、5年から6年ぐらいですかね。それでもうフルモデルチェンジとかする車ありますもんね。まあ6年後として今が2021年ということは2027年、まあ2030年ぐらいですかね、にはまあどんどんモデルチェンジしていくたびに EV 化していくはずなんですよ。もしくはハイブリッドをより強化していくと。ガソリン車、今、まあ、あの、新車を買って、まあ、3年で乗り換えるとかね、まあ、5年で乗り換えるっていう方も多いと思うので、まあ、今だったら、まあ、間違いなく、普通のガソリン車がいいと思います。あの、ハイブリッドもね、まあ、だいぶ安くなったんですけど、まあ、パワーがあるんで、まあ、いいなと思うんですが、まあ、値段がね、その分、やっぱ複雑になるんで、今でしたらガソリン車の中で一番いいグレードで一番いいナビをつけるのがいいのかなと思います。それがおすすめだと思いますね。で、あれですよ、あの K がね、どうなるかですよね。あの日本の独特の文化ですよね、軽自動車っていうのは。あの黄色のナンバーのね、税金も優遇されてみたいなやつがあるんですけども、まあそれがね、Kはひょっとしたら最後までガソリンっていうのが残るかもしれないですね。あの価格ですよね、やっぱ車両価格がどうしても高くなると Kの意味がなくなってしまうんで、この間もね、あのホンダの Nボックス、乗ってきたんですけど、まああの150万ぐらい出せばね、あの結構いい車買えるんですよ、Kでもね。あのすごい企業努力もあると思います。あの大量に作って、価格を落としてみたいな、そういうのが、まああのまあ、例えばホンダで言うと、この今私が乗ってるこのホンダ E ですよね。あのホンダはね、やっぱその辺も見越してこの小型の EV カーっていうのを作ったのかなと思いました。あの海外の、テスラとか、まあ、日産とかね、まあ、日産もほぼ海外で、まあ、EV 作ってるようなもんなんで、もう今度アリアとかね、どん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 こう、航続可能距離を伸ばすがためにボディが大きくなっていくとね、いう形なんですよ。今もう、どうしてもそのバッテリー問題がありますんでね、バッテリーを大きくすると、あの、ボディも大きくなるという当たり前の現象になっているわけなんですが、まああの、もうちょっと先のことを考えたら、やっぱりね、その K とかコンパクトカーっていうのが、そこで、EV がもう主流になるわけなんで、そこまで見込んで、こう小型のモビリティに EV を乗せてきたっていうのは、このホンダは結構私の中ではこう当たってるんじゃないかな。この考え方は当たってるんじゃないかなと思います。あの特に日本ではね。海外のね、ヨーロッパとかね、あのアメリカとかすごい距離走るところで考えると、まあそういうわけにはいかないと思うんですけど、まあ日本ではおそらくこの K規格っていうのがありますんでね、あれにどうやって EV、まあ電池を安くして、まあそこそこの航続可能距離でね、200キロぐらい走ったらもういいかなと思いますけどね、 K とかでしたら。まあそうなるとね、ものすごいいいと思いますよ。あの農家の方とかね、あの軽トラとかね、ありますよね。あのだいたいね、もう集合住宅に住んでない方が多いですよね、あの田舎の方ですと。まあそうしたらもう家から電源があるんでね、それ差しときゃね、もう翌朝は 100% でもうね、畑まで行けるわけですよ。もうガソリンスタンドもね、もう地域に今もなくなってきてるんで、そうなんですよ。なのでどんどんその過疎化していくところにこそ、まあ電源さえあれば、まあ EV っていうのは強いかなと思います。で、トヨタ秋夫さんがね、あのこの間、まあ去年か、会見しましたけど、あの全部日本の車をすべて、
EV 化すると原発10基、火力発電所20基だったかな、増やさないと持たないと。まあそれはね、夏場のそのみんなクーラーつけまくってね、昼間の話なんですけど、まあそういう話も片やあるんですが、まあ100% EV っていうのは多分私の中では、まあ日本はそうならないと思います。まあ例えば、わかんないですけど 60% ぐらいが EV で、残りね 40% 残り 30% ぐらいかな、がハイブリッド。ハイブリッドはまあ航続可能距離がかなり長いので、まあプレミアムカーになっていくのかな、ひょっとしたら。で、で残りがもうガソリンエンジン 10% っていう感じかな。まあ趣味でね、乗る方もいらっしゃいますんでね、チビックタイプ R とかね、ああいうスポーツカーとかはね、やっぱエンジン音というかアナログが好きな方が結構いらっしゃいますんで、そういう需要はそれはそれで残ると思うんですよね。何の話やったかなあ、そうそう、電力で、原発10基っていうのは、まあリアルではないなと私は思います。で、実際のところ電気ってね、実は捨ててるのを皆さんご存知ですよね。もう知ってますよね、皆さん。電気ってね、捨ててるんですよ。夜中使われてない電気っていうのはどんどんね、貯めることができないんで、もう放出しっぱなしなんですよね。なので夜中の電気はちょっとみんな使ってくれということで、ちょっと値段がね安くなってるんですよ。で、昼間はみんな使うので、もうパンクしちゃうわけですね、さっきみたいな話でいくと。なので、まあ家に電源がある人は夜中に充電ができて、まあその今まで捨てていた電力を車のバッテリーに貯めるということが、プールすることができるんですよね。なんて効率の良いなんて効率の良い社会になるんだろうと私は実は思っておりまして、結局みんなが電気を貯めれる場所は車なんですよ、結局は。それだったらもうその今の、まあひょっとしたら足らないかもしれないですけど、すごい資源を効率よく回せるんじゃないだろうかと。結局火力発電所とかもね、ガソリン、まあ重油か原油を使うわけなんで、まあその原油を燃やしたパワーをもうほぼ使い切れるといったね、なんと効率の良い社会が2035年にはやってくるんじゃないだろうかと私は予想しております。で、まあソーラーシステムとかね、持続可能な、まあ、エネルギー、まあありますよね。この間あれアメリカやったかな、なんかすぐ売り切れましたよね、ソーラーカーだけ、ソーラーパワーだけで走る車みたいな。あれも結構あれ70キロぐらい走ったのかな、なんかね、すぐ完売したみたいなんですけど、ただね、ああいうのはね、なんかやっぱこういうガソリン車を知ってしまった私たちにはちょっとやっぱり物足らないのかなと思います。普通にアクセル踏んでビヨンとね行くようなもんじゃないと思いますので、まあ現実的に言うとこのバッテリーを積んだこの EV カーになるんじゃないでしょうかね。まあでも乗っててね満足します、私。特にやっぱこのホンダ E を買ってよかったなと思います。多分見てる方、リーフの方も多いと思うんで、そのリーフが決して悪いというわけじゃないんです。私ね、やっぱこの、ホンダ車って、なんかやっぱ走りを捨ててないんですよね。この、なんて言うんでしょう。で、テスラ乗ってる方はもう悪く言うわけじゃないんですけど、私がテスラに乗った時の印象は、やっぱすごいな、有り余るパワー、こんなパワーすげえ、もうハイスポーツカーと同じぐらいのパワーがあって、まあシュッとしてね、形もかっこよくてシンプルで、大きいモニターだけがあって、しかもね、どんどんこのデータをアップロードすると、全く新しい車になる、まあ最高じゃんと思ってたんですけど、なんかね、なんかちょっと、大雑把なんですよ、デザインが。何なんでしょうね。で、このホンダ E とかは、なんかね、シンプルなんですけど、こう、
巧みなんですよね、こう作りというかデザインがね。この隙間がないというか、なんて言うんでしょう、のべっとしてるようでのべっとしてないんですよ。で、このハンドル、ハンドリング一つとってもね、すごい、小回りも効くし、この、ね、年間まだ仙台ぐらいしか売ってないんですけど、まあ、街中でね、すれ違うこともないですし、いやー、なんか乗っててね、やっぱワクワクするんですよね。走りがね、やっぱガソリン車とは今までと全然違うし、なんか、いいなと思ってるんです。まあ、これはね、ちょっと車好きの方にしかわからないかな、この感覚。ね、私はちょっと車はまあ、車をね、実は道具なんですけど、道具じゃないような気がするんですよね、車って。本当にね、なんかこう、相棒というかね、彼女というかね。なんかね、これ鉄の塊なんですけど、なんかこう、親しみがあるんですよね、車って、昔から。まあ、私の生活の中では切っても切れない大事な相棒といったところですかね、車は。まあ、わかる人にだけわかっていただいたらいいと思いますけど。まあ、この皆さんのおかげでね、私も、この、なんとか YouTube 続けて、できておりますので、ぜひともコメントしてください。そして、まあ、いろんなご意見があって、私はいいと思います。本当に、いや、もう EV なんか嫌だっていう方は、それはそれでね、それは正解なんですよ。逆にね、私、2035年ガソリン車乗ってるかもしれないです。もう、なぜならね、もうみんな乗っちゃってるから、当たり前になってるんですよ。まあ、こんな私ですが、もし面白いと思った方はグッドボタンお願いします。そして、チャンネル登録、ぜひともよろしくお願いします。またすぐそのうちね、私自身も意見が変わってくるかもしれないんですけども、皆さん最後までお付き合い、願いありがとうございました。じゃあね、バーイ。今日は長かったね、バーイ。